はじめに声がありました。声は声を生みました。声は声を発しました。声の中で暁のひなが帰りました。声の中から黒い鳩が生まれました。瞳のない鳩は混沌の中に入りました。ぷくんとした谷の丘にツタと小枝を寄せ集めた言霊の巣ができました。スミレの雨の匂いが時を生みました。誇りの妖精たちが生まれました。時が命になりました。命が双子の死を生みました。先に生まれた死はあり、あと名付けられ、後から生まれた死はかのんと呼ばれました。死から万物が生まれました。万物は眠りの中で聞きました。声の谷から登ってくる黒い鳩の羽ばたきの舞踏のような始まりの声を。はじめに声がありました。その声は呼びかけの声でした。また声がありました。その声は呼びかけの声でした。応答するものがありました。呼びかけの声を真似た声でした。それは小玉と呼ばれました。最初に応答したものが小玉でした。小玉は声を真似る声でした。また声がありました。その声は祝福の声でした。こだまを祝福する声でした。声はこうして呼びかけの声、応答の声、祝福の声という三つの声を分かち合いました。暗夜を行く者に声は光となりましょう。光の中を歩む者に声は瞳となりましょう。罪を犯した者に声は許しとなりましょう。はじめに声がありました。